ポッピープレイタイムチャプター3。今日は従業員の消えたおもちゃ工場に来ました。なんだかんだあって一匹の犬と出会った。やうん。チャンネル登録グッドボタンよろしく。え、どこに逃げればいいの。まずいや逃げろよ。あーない、操られちゃってる、操られちゃってる。ちょっと待て。どこに逃げればいいのか全然分かんなかった。やめてくれ、やめてくれからか。どこに行けばいい、いやどこに行けばいいんだよ。あ、ここもしかして。いやだからどこに行けばいいねは。あー、こっから落ちんのか。なんだよ、初見殺しじゃねえかよ。うるせえな、時間無駄にしてねえよ。あー、確かに壊れそうになってるもんなこれ。なんか声優さんみんなさ、うまいよね。特徴的だしさ。なんか声優さんめちゃくちゃ合ってんだよな、全員。早く落ちろ。なんで、どういうシステムこれ。やめてくれなんかもうすげえド M の人に見えてきた。やめてくれっつって本当はやってほしいんだろ。どっちに、こっち、絶対こっちだ。オッケー、分かった。しゃがむんかい。あー違う、間違った、ごめん。あ、まだ大丈夫、まだあり得る。左右、あり得た未来、あり得た、どこ、あ、左に行くべきだった今。ちょ、復活地点もうちょい近くしてほしいな。楽しいゲームだけどね、せめてね。せめてね、ダメかな。やめてくれ。どっちだ方向。こっちだな。もう最初からこっちやって差をつける。コーナーで差をつけろ。お前は差をつけろ。早い、めっちゃ早いぞ多分。あ、ここちょっと、あ違う、逆だ。あ、どこだっけ。あ、こっちか。左、まっすぐ、左ね、左、一番最初左で、こっからこう行って、違う、あ、まだやばい、変なとこ入った。ふざけんな、おっそ開くの。やめてくれちょっと待って、本当に笑っちゃうんだけど。俺あんまりこういうなんかシリアスな場面で笑ったりしないんだけどさ、ドッグデイだけちょっとさ、笑っちゃうんだけど。ダメだ。しかも聞いたことは有名な声優さんでしょは。ちょっと待って、おかしい。あー、なんだよここ、立てねえんだけど。字幕で笑っちゃうんだけど。覚えた、最初左、多分こっち行って、え、左右交互の可能性ない。ワンちゃんだけに、こっちでしょで、ここな。あ、待って、めっちゃ速いかもしれん。ガチバヤなんだけど。え、今まででさ、一番コーナーで差をつけ、はっ、びっくりした。一番コーナーで差をつけてる。あ、待って、毒霊が近い。あー、遅い、うずしたかーい。あー、なんかここで終わりな気がする。いや、と見せかけてしまったりしそう。え、知らんがな、こっちや。どうすか。いいんじゃないっすか、これ。引いちゃったあたり、ついに。あー、そんな毒霊ここ、おもろ。さすがにもう字幕で笑わないわ。やめてくれいや、ギリ笑わない。あ、待って、挟まった。やめてくれ。あー、やべえ、間違ったとこ行っちゃった。さすがの俺でも。え、真ん中行ったら死ぬやろ。右じゃね、普通に考えて。いや、左か右だとは思ったんだけどさ。違うかも、ここ。あ、合ってる？ちょっと待って。どこだ？あ、やばい、ここでいいのかな？うわ、こんなとこで切り替えられるわけねえだろ。ちょーっと、バカ。いや、そうだな、くそ。止まって、切り替わった。いや、切り替えるしかねえだろ、バカ。そんないきなり切り替えられるわけないでしょ。なんだと思ってんの、人。2番ね。
って挟まった挟まった。ああ。やめて。で右でしょ。もう切り替えといてもいいか。でここはこう行って、でこう行ってこう行くと右から来るから、でそこジャンプでしょ。え全然ある全然ある。え普通に行けたんだけど。天才か。オッケー、保存されてる。しかもってことは完璧。よっしゃー。え、もうあいつがナップザックってことにしねえ。もうドッグデイのミニ、ドッグデイのメネ、メネって何、メネってどういうこと。あーアンホ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 アン、まあ、ここで気失いそうだけどね。あ、オリーから電話来た。オリー、オリー、ねえ大丈夫だ。あ、大丈夫だよ。怪我とかしてないといいんだけど。うん、してないと思う。どうに無事でよかった。よかったよかった。ここはどこ一体。友達をなくすのはごめんだから、ね。そんなに友達を失ってきたこれまで。ね、神殿は見つかった。神殿？キャットナップがプロトタイプに作った。あのね。わかんない。キャットナップがその狂ったのは、うんうん、大きな事故に巻き込まれたのがきっかけみたいなの。事故？死ぬところだった。でも。あ、出れた。そうなんだ。へぇ。キャットナップにとって、プロトタイプはスーパーヒーローだ。この場所を救ったからね。プロトタイプを神様とみなし、逆らうものを皆殺しにして。ああ、まあでもそういうのありますよね。僕らも殺されちゃう。うん。神殿、怖いと。あ、あそこが神殿なんだ。だってまだ会ってないもんね、キャットナップと。本当？あ、ありがとう。次はカウンセラー室に向かってもらうから、ね、カウンセラー室。危ないけど十分な電力があるはず。あ、電力ね。オッケーオッケー。そこにあるジェネレーターを動かしてつなげれば準備完了さ。それとキャットナップに注意して、うん、出てくんの？チカチカした明かりの中に光の気。へえ、影、きらめき。え、手持ってかれんじゃん、絶対。ちょっと慎重すぎるでしょ、さすがに。狩りの天才とやんの？狩りの天才とやんの？うわ、またこの出口のない迷路に迷い込んでしまった。どこだよ、わかりづれえんだよ、ここ。ここか？ここだ。カウンセラー室どこだろう？ここでカウンセラー、カウンセリングするとしたら結構、どういうのがカウンセリング？あー、でも、カウンセラー室、部屋だからな。部屋とは言い難いだろう。なんて言ったって吹き抜けだからね。カウンセラー室。まあ、カウンセリングはどこででもできるんじゃないですか？ここじゃないですか？結構広めにカウンセリング室を取るタイプじゃないの？違うかな？あ、ここだ、カウンセリング室。領事館じゃなかったね。ここがカウンセリング室。お、オッケーオッケーオッケー。始まる、また、冒険が。え、なんか椅子がくるくる回ってる。なんだ？変な椅子。なんだこの椅子、なんだこの椅子、なんだこの椅子。かわいいキャラクターいる。キャンディーキャッツスナックスだって。このキャラクター出てこなさそう。こういうあまりにもね、かわいすぎるキャラクター出てこないじゃん。美化されすぎじゃない？楽しそうだね。コミカルだよね、コミカル。ああ、燃やしちゃった、ごめん。はいはいはい。集めるわけね。あれ、開かないね。今までにさ、あった、なんか、電池。あれ、見よ、あ、やべえ、戻っちゃった。てか、冷静に考えてさ、これの後ろとかにさ、電池あんじゃねえの？冷静に考えてさ、違うわ。どこかに隠してあんだろ？イグゼット最後か。あ、マスクしてからじゃないと開けらんないパターン？なんだ？あ、こっから入れそう。あ、あるやん、ここに。なんだよ。もうびっくりさせやがって。イグゼットから開いちゃっていいの？そっちから開いちゃうんだ、まさかの。もうちょっと勝手にかぶんのやめて、ほんと。あ、ビデオテープだ。ビデオテープ、ビデオテープ。よし、取っとくか。え？ここで見んの？テレビなくね？
なんだこの電波、赤い電波。ちょっとうるさくなるだけやん。あ、ここにあるわ、テレビ。なに？1995年、少し昔だね。全員への。敵対勢力？会社で？プロトコル、はいはいはい。そんな反乱が起きたんだね。避難だもんね。帰ってくださいとかじゃなくて。音なんだ。窓からなんだ？何が起きてんだ一体。そんボビーベアハグ、ボビーベアハグが敵対勢力なんだ。今すぐドアを開ける。楽しい瞬間がやってきた。ちょっとまずいんじゃないこれ。なんか始まっちゃうよ。扉開けたら始まっちゃう。始めよう始めよう。始まらない。そりゃそうだ、だって電池ないもん。電池どこだろうね。これでちょっと明るくできるからいいわ。まあ実際本来の使い方みたいなとこだろこれが。電池、いや今度こそないぞ電池なんて。さすがの俺でもさ、こんなバカでかい電池見落とすわけねえよな。あ、そうだ、もう一回使えばいいんだ。再利用って大事。てか思ったけど別に俺右手しか使えねえやつみたいじゃん。左手も使ったらええねん。両手使って進んだらええねん。楽しい時間始めてやろうじゃねえの。楽しい時間ってやつを。全部開くのかな。まあ、どうせ電池とかさ必要だろうからさ。ボビーベアハグ、ボビーベアハグ、ハグリッドってことか。ハグリッドってことやな。特に怪しいものは、怪しいものは見当たらないね。誰もハグはしてこないと。待て、なんかいなかった今。え、なんかいたような気がするんだけど。お化けみたいなのがさ、下に落ちていかなかった。ヘッドオブスクール。ヘッドオブスクール。学校の頭？校長室ってこと？もしかして。もしかしなくても、あ、スって書いてある。スこうか。手がいっぱい書いてあるってことは、手で引っ張れってことじゃないな。何？鳴り始めた。何かが鳴り始めた。始まったんだ物語が。Go home. Turn and go home. うるせえ。うるせえ。帰るか。あ、おもちゃが、おもちゃが遊んで、あなんかに取られたカンガルーみたいな。開かないんだ。あそこ取れるな。ちょっと一旦無理だな。こっちにはめるしかないな。なんだ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 かんだと言われたら、なんなんだなんなん。ちょっとやばいぞこれは。周りを警戒して。おー、物物、影がね、ちょっと怖いんだよね。頭ちぎれちゃってんじゃん。頭をちぎっては投げ、ちぎっては投げしてるやつがいるな。これ何？ストア？オンリーストア？トイストア、エジュケード、なんかの部屋だ。おもちゃ対策、おもちゃ販売室、みたいな感じ？室長みたいな。花。いたな、こんなキャラクター。ヘルプ。上だね、間違いなく。ちょっと待って、上向いて大丈夫これ。おー。上向いて大丈夫。なんか作り的にさ、なんかすげえ、逃げるっぽい作りじゃないこれ。こっちか。ヘルプって。字書く余裕はあるんだな。20秒はかかるだろ、多分。書いてる暇あったらもうちょっと頭をひねるとかさ、逃げるとかしなさい。ダメでしょ、ちゃんと。最後まで諦めちゃダメ。おあ、もうわけわからんくなる。おうち降りていいか。だよな。じゃーん、バカ。絶妙にむずいな。ちょっと待って、戻れるんかい。しかも
二段ジャンプでいくか。ちょっと加速つけていくか。ナイス。なんか城みたいに見えるんだけど、すごい。ああ、謎解きだね。謎解きなのはいいんだけど、解くものがないと。下か。下から来て上に来る場所だな。さて一体何があるんだ。俺の IQ5000 で解いてやるよ。くれーな、まず。まずくれーな。あれ、どこも行けねえ。何もない。何もない。何も何もない。はい。まず周りをよく観察して、あ、上に登れんね、とりあえず。まず上に登ってちょっと考えてみるか。さて、あー、これね。は？何これ、ふざけてんのか。ふざけんな、マジで。ほら。あ、そういうこと？そしてあとはこっから。は？意味わかんない。なんで落ちんだ。ナイス。オフィス。ここさ、なんか監視カメラで、ほら、見られてない？あ、いた。ほら。でもなんか最終到達地点的ななんか雰囲気あるよね。暗いな、相変わらず。もうビデオを探さなくちゃいけないんだからさ。ダメでしょ、そんな暗くて。もうちょっと明るくするか。どんどん明るくなってく。ん、ハエ。どこだ、ハエ。ハエを撃たないと。そのための銃だ。そのための力だ。鍵がいるな。ここだね。ヘッドオブプレイケア。あ、お？ビデオだ。ピンク？俺ビデオ探すの本当に苦手だからさ。全然あるわ。わかりやす。今までで一番わかりやすいビデオ。でもどこも進めなさそうだからさ、ビデオ。誰この人、怖い。これはハートマンご夫妻。ハートマンご夫妻？どうぞこちらへ。さあおかけください。はい。ハートマンって誰だ？見学はいかがでした？見学ね。予想を超えました。ルートヴィッヒのスピーチを聞いて、ここの素晴らしさを確信しましたよ。本当に魔法みたいな場所なんです。すごいいい場所ではあるんだね。空間から我が家のように感じました。入り口のドアを開けた瞬間に感じました。二度とここを出ることはない。まるで子供の頃に住んでいた家を思い出して心が落ち着く感覚。なんか地下シェルターみたいな感じ、もしかして。それでジェルミーにもそういう家を？はい、養子に迎えたいと。ああ。素晴らしい。お二人ならきっとあの子の。何？あの子の何？何か？そのとても複雑な複雑な問題？事情が個人じゃないのか本当に。事情って。個人なのか本当に。子供を引き取れない。わかりません、そのテスト中と。何をテストしてるんだ。どういう意味です。実験してんのか。どういう意味なんだ。ちゃんと説明してくれ。ちゃんと説明してくれ。ねえ、担当者でしょ、どうしてわからないの。どうして今になってそんなことを。あ、私すいません。怖い。なんかやけに静かに感じる。なんかやけに。待って、この窓がないんだ。今気づいた。窓はあるけれど、外の世界が見えなくて絵が飾られてるだけなんだ。だからこれ、窓じゃない。ただの隙間だ。おぞましいことに気づいてしまった俺は。震える。心が震えてきた。え？誰？あ、びっくりした。誰かいるかと思った。バギーじゃねえかよ。鍵探さなきゃいけないんじゃねえの？勝手に開くシステムでもないよな。だよな。鍵らしい鍵っていうのは、なさそうじゃねえ？ここのどこかに鍵があるか、あるいは、どこか抜け道があるかの二択だから、あんまり戻る必要はないだろう、さすがに。おお、びっくりした。絶対そうだと思った。あざす。開けちゃう。火つけちゃう。
角は危険、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 角な角は危険。ユニコーン、なんだっけこの人。ねえ、私クラフティーコーン。クラフティーコーン、かわいいじゃん。え、絵を描けるんだ。青色はないです。赤しかない。絶対そうだと思った。赤が欲しいわ。もうないの？君が赤色を隠したでしょ。きっとそうよ。違うよ。体の中になんか隠してないよ。怖っ。こっちにくれよ、不動。上だね。水がすげえ。あー気持ちいい。あーお湯だね、これ。髪とか体とかちょっと洗っとこうかな。もう、この施設に来てからさ、何日も浴びてなかったんだよね。シャンプーないですか？シャンプー。シャンプーも一つもない。最悪な施設だ、ここは。これじゃあ、31のトイレの方がまだマシだ。なんで今31を出した？暗いな。絶対ここみんな銃撃ちながら進むだろうな、100%。あ、そこがちょっと電気でチラチラしてる。ね。今のは何だった？特に意味ないか。ん？待って、優しい音楽が聞こえる。でもさ、あれ？積んでない？撃つか？おお、びっくりした。やばい。危ねえ、危ねえ。また夢を見るところだった。びっくりした。あ、ここに来るんだね、そして。これマジで見づらいから嫌なんだけど。うわぁ、何が起きてんのかめちゃくちゃわかりづれえよ。やっぱ火をつけるとちょっと明るくなるな。あ、やばい、間違った。これ E ボタンと F ボタン近くにあるの罠だろ。あ、こっから取れんね。まあ、取っとくか、一応。一応はめとくか。まあ、一応開けとくか。まあ、この暗い視界の中で頑張ってくださいよっていうそういう話ね。電気をどっかから持ってこなきゃいけないんだけど、キープロックで。あれれれれ？あれ？あれ、俺ここ開けてないな。閉まってるってことは。ここでそろそろさ、うわ、全部必要やん。じゃあどこから持ってくるっていう話なわけ。あ、冷蔵庫にあんのか？もしかして。冷蔵庫の色がちょっと違うんだけど、汚ねえけど。両手が必要？あれ、ここじゃねえの？あ、ここにあるやん。今気づいた。やられたぜ。3箇所でしょ？素早く。1、2、ん？あ、全部が終わる前にやれってこと？あ、どういうこと？どういうこと？メーターのなんか順番関係あんのかな？順番？なんだろう？え？あいた。全然意味わかんなかった。マジで。うわ、やっと視界が良くなった。雨すげえ。なんだこれ。めっちゃ複雑。ピタゴラスイッチ、ここに極める。やばい、全然意味がわからない、マジで。なんかとりあえず回しとくか。まずどっかに行くようにやるか。まあそうなることもできると。まあこうじゃね、普通に考えて。で、これはまあこうでいいとして、で、これはまあここ以外ありえないな。で、だからどうというわけで、で、ここでジャンプしてって感じ。まず一旦1個目としてつけてみるか。で？やばい、何が起きたのか全然わかんない。ティリティンじゃねえんだよ。ティリティンじゃねえ。何が起きた、そっちか。あ、なるほどね。ジャンプしづら。で？ああ、とりあえずそっちに行けると。むず、ちょっと待って、むずいんだけど、バカむずくね？こうか。で、はい、こう、これだ。で、電池をここで2つはめれるわけなんだけれども、開けといていいの？一応。開けたらどうなんの？開けたら何が起きちゃうのかなという。P
ピッピ言ってんのはわかるんだけどさ。なになになに、なんだこれ。あ、電池。これ取れねえの。あ、取れるね。割れる？なんだこの厳重な。ぶっ壊すか？ぶっ壊せねえのか。下に落とすとか？どうやって壊すのこれ。これ下に落とさねえとさ、割れねえと思うんだよな、俺は。俺はね。みんなはどう思うか知らんけど。でも俺はそう思っている、きっと。来いよ。ダメだ。ここにもあんだよな。まあ、言うなればここにもある。来いよ。おい、来てみろよ、こっちまで。なんでこいつこんな気づれえの。オッケー、やっぱそうなると思ってた。俺絶対そうなると思ってた。左手で持って、もう何、垂直に飛ぼう、垂直に。ナイス。どっちにやんのか分からんが、こっちか。あー、電池がもう一個あれ。ね、どっちにぶっ刺すかによって変わってくる。あ、やばい、それはやめて。変わってくるのか。あー、でも2個ぶっ刺さないとさ、動かねえんだ、多分。ちょっと浮く。で、まあ、どっちもいいんだけど、もう一個がどこにあるかっていう話だよな。俺が、電気となる。俺が電気となる。上に登る。あ、待って、違う！電池一個あるやん。ここにはめたらさ、動くやん。OK？ 何があるんだ？あ！そういうことね。こんなところにあったのね。気づかなかったよ。あれ、どこ行った？え、消えた。ちょっと待って。ああ、こんなところに。オッケー。ナイス。で、2個準備すればいいわけね。オッケー、これでいいんじゃない？これでダブルで。ナイス。きっと。で、こうしといて、で、これをこう入れれば、はい、完璧。こういうことでしょ、要するに。そしたらこれが開く。ナイス。なんだ、なんか楽しげな音楽が。なんだ、ハイボルテージインサイドントオープン、開けるなって。誰かいる？そっちの部屋に。引っかかれてるけど。どうやってさ、これ電気、やったらいいんだろう。ハイボルテージインサイドドントオープン、開けるなってことだよな。ってことは開けろってことでしょう。そっち？あ、おあつらい向きに登る感じやん。あ、やっぱそうだ。何の部屋だ隣。この非常用電源引っ張ってかなきゃいけないという話でしょ。危ねえ。なんだなんだなんだ、何も見えないぞ。落ちる、ここ。あ、落ちるんだやっぱ。おーい。ってことで、赤い煙か、すげえな。なんか、ってことで、廊下っぽいとこに出たんだが、で、開いてないね。電気が必要と。マジで、これつけちゃうとさ、もうどこがどこかわかんないんだよね。あったあったあった。簡単やん、いつになく。なんかない？お、なんか重要そうなファイルがあるけど、これは別に取れはしない。あ、そこ持ってんだ。全然知らんかった。え、何？え、何？なんかいきなり閉じ込められた。ちょっと、なんかいたんだけど。え、どういうこと？びっくりした。
花を見つけて。やばい、これ悪夢にさ取り込まれたんじゃないの。君が戻ってくるような場所じゃない。だって花を見つけて。あ、でも前になんか言われたことあるな。花を見つけてって言われたワンの時だったかな。わかんない、わかんないよ。何してんだ俺、何を見てんだ俺は。まさかあんなところにいて仮面剥ぎ取られるとは思わなかった。うわ、世界がすげえぐるんぐるんだわ。ちょっと自分で動かせるのが怖いね。何が起こったかわかる？いやー、なんかよくわかんないけど多分実験してたんじゃないの、なんかを。何かちょっとビデオの場所難しすぎてわかんない。あ、動けないわ。あー、やべえ、叫ばないで、叫ばないで。そんな、私たちが誰か知ってる？え、誰だったかって何？先生いるじゃん。人間だったってこと？いや、なわけないよな、さすがに。誰だったかって何？怖いんだけど。嘘でしょ？元人間じゃないよね、全員。終わらせる必要があるでしょ。え？いや、分かってきたかもしんない。やばくね、それは。さすがに、だってそんななんか機械にさ、普通さ、あんな高精度なさ、人工人格、何が現実か知ってる？持たせらんないもんね。ベース人間なんだ。脳みそとか だけ入ってんだ多分。やめ、確かにもう終わらせた方がいい。そしたら反乱も起きるわ、そりゃ。バギーさんじゃん、バギーさんじゃん。何、釣り革にでも捕まってる今。はい。いえ、知らない。知らないの？やばい、頭が割れる、頭が割れてしまう。うるせえ、めちゃくちゃうるせえ。ハギー、何、俺どこに連れてこられてんだ。やばい、上を、うわー、何、怖っ。なんだ今の。あ、来た、オリーかな。仮面は？仮面。まずいまずいまずい。どっか早く行けって言われてる。煙は収まってるみたいだけど。え？今電話かかってきたんじゃないの？あー、なんか誰かから電話かかってきたんか。早く出てけって。ちょっと待って、一旦こっから出ていくか。なんか言われるかもしんない、オリーとかから。あ、かかってきた。へい、電気供給ね、おかしいよね。OK？ 何、もう一回行ってこいってこと？もう一回行ってこいってこと？カウンセラールームからって言ったよな今。どこどこ、またなんかコードをさ、ぶち込むんじゃねえの？カウンセラールームここだから、あ、これか？オッケーオッケー、ピッピ言ってんね。ナイス？これをぶち込めば、何、どうなの？すべてが終わる？それともすべてが始まる？いや、こういう時こそ警戒しなければいけない我々は。こういう時こそ我々は何度も何度も危ない目に。水漏れだ、水漏れがしている。最初からしてたっけ？そんなことはどうでもいい。最後だ。ほら見て。もうちょっとで電気がさ、完璧になるっていう感じ。あ、劇場がまだだけど、まあなんかなるでしょう。もうこれはめんのむずいんだけど。むずいんだけどこれ。オッケー。完璧じゃねこれで。オッケーオッケーオッケー。ん？鍵取って、次劇場に向かえってことって合ってるかな？あ、なんか雰囲気的に合ってるよね、多分。あと劇場差し込めばなんか、ガスをちょっといい感じにできて、まあなんかいい感じになるってことだよな。やべえ、なんもわかんねえ。やべえ、もうオリーちょっと放任すぎん？あったあったあった。これもらったんかな？スカイドームキー。スカイドーム。上か？スカイドームってスカイのドームだよな。あ、なんかあそこ光ってる。あそこ光ってる。ここでしょ、絶対。
保存されてる。ここっぽいな。 OK。 これで、あ、これをはめればいいのね。これで電源の供給はさ、完璧じゃないのね。これを差し込んだ瞬間にさ、ポイーンパーンってもう周りが明るくなって、ここの施設は、きらびやかになって、綺麗になって、綺麗にはならんけど、なんかボロいままピカピカ輝き出して、全ては元通りになって、このゲームは終了する。あいつナップザックなんていなかった。聞いた聞いた聞いた。オッケー。でっか。オッケー、脱出しよう。あ、あれね。あそこにぶっ刺せば危ない、脱出できんの。ちょっと待って、ここ一番警戒ゾーンじゃない？俺だったらここ狙うけど。散々泳がせておいて。だってここ、ここでさ、やんなかったらさ、もう逃げられるもん、絶対。あ、ケーブルカーなんだからさ、ケーブル繋がってる場所やん。あそこだ。色が同じだもん。バイバイ、もうナップザックな、もうナップザックどんな顔してたかもう忘れちゃったよ、俺。帰るよ。あ、びっくりした。ここでなんか電源が切れるってちょっと不吉すぎる。ここで一発も撃てなくなるって結構怖いよね。あ、あっち開いてるやん。こっちか。こっから登っていけるかな。あ、登っていける。こっちっぽくね。あ、そうだそうだそうだ。あそこに入れなきゃ。一番最初のとこ。それがここなんだ。で、ここだよな。そしてガスが流れれば脱出できる。誰かいそう、マジで。誰かいそうだ。でもその面を拝ましてくれ。君がどんな顔してるのか俺は知らない。電源なし。あ、そうだ、思い出した。こんなでけえやつあるってさ。ああ！待て待て待て、来たんだけど、ナップザック来ちゃった、ナップザック。